お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球シップス第1弾開封動画第14回目でございます。今回はですね、呉服土で挑戦するんですが、今回はですね、試験的なんですけどね、前もってですね、このカードをですね、全部すべて、開けています。いつもだったらね、切ってからね、紹介するんですけどね、ちょっとね、試しにですね、こう切った状態でね、やっていきたいと思います。はい、それではね、切った状態の第14回目開けていきたいと思います。広島東洋カープの菊池涼介内野手でございます。あ、失礼しましたね、一袋目でございます。で、最多奪三振の読売ジャイアンツ戸郷翔征投手でございます。続いて二袋目でございます。最優秀中継ぎの、中日ドラゴンズのジャリエル・ロドリゲス投手でございます。福岡ソフトバンクホークスの周東右京内野手でございます。次、3袋目開けたいと思います。ヤクルトスワローズの、ホセ・オスナ、内野手でございます。 NPB 通算150勝達成したソフトバンク和田投手のカードでございます。4袋目でございます。楽天イーグルスの鈴木大地内野手でございます。横浜 DeNA ベイターズのネフタリ・ソト内野手でございます。で、最後の5袋目でございます。オリックス・バファローズの杉本裕太郎外野手でございます。最後に首位打者の北海道日本ハムファイターズの松本剛外野手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾の開封動画第14回目終わりたいと思います。で、またね、プロ野球カード1箱買ってますのでね、届き次第またプロ野球チップスやります。チップスもやりますけど、いつものね、開封動画もやっていきますのでね、よろしくお願いします。ちょっとね、噛んでしまいました。失礼いたしました。で、私からも一つね、お知らせがございまして、この度ですね、断定ですが、1800人達成することができました。皆様のおかげで、ね、ありがとうございます。今度1900人目指して頑張っていきますのでね、僕の趣味チャンネルと、サブチャンネル、僕の趣味チャンネルのおまけも、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。